皆さんこんにちは、ペニコタッチのあかりです。さあ今日はですね、私が動画でいつもお世話になっているケイトとのコラボ動画です。2月1日に新しく発売されるこちらのアイシャドウを使ってラウンドアイ作っていきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりの実力動画スタートです。まず今日使っていく商品をお見せしましょう。こちら、ケイトのスモーキーラウンドアイズというこちらのアイシャドウになります。これがね、2月1日にケイトから新しく発売されます。まあ、こちらで今日は何をやっていくのかと言いますと、目元に引力ラウンドアイを作っていきます。で、そのラウンドアイというのが、まあ、一体何なんだっていう話なんですけど、ね、外国人とか丸く、なんていうの、丸みを帯びた立体感のあるお目目してはるじゃないですか。ああいう感じの目をね、まあ、メイクで作っていくっていう感じかな。で、海外でも実際そのラウンドアイっていう、こう、丸みを帯びた立体感のあるメイクがすごく流行ってるらしくて、でもなんか日本人とか、まあ、アジア系の女性って、まあ、欧米人とかに比べると、こう、だいぶ凹凸が少ないじゃないですか。そういった方たちに向けて、こう、ラウンドアイが作れるように、研究に研究を重ねて作られたアイシャドウだそうです。まあ、っていうのがラウンドアイっていうことなんですけど、こっちでは説明したんですけど、多分皆さんまだピンと来てないと思うんですね。でも私実際塗ってみると、あ、そういうことかってかなりわかりやすかったので、実際とりあえず塗っていきたいと思います。で、今回このアイシャドウは6色展開になっていまして、こちらの OR1 番のカラーですね。これが一番ナチュラルに王道に使えるカラーかなと思います。若干小さなラメが入ったこの3色と、すごい大きなラメが入った1色が入っています。で、さっきの OR1 番に比べてちょっとクールな印象になったのはこちらの BR1 番ですね。ちょっとスモーキー系のカラーで大人っぽく仕上がるならこっちかなっていう感じですかね。で、こちらが PK1 番のピンク系のカラーです。これが一番甘めに仕上がると思います。続いて RD1 番のちょっとバーガンディ系のカラーですね。まあ、エレガントな印象になるんじゃないかなと思います。そして BU の1番ブルー系ですね。まあ、こちらがダークネイビーのカラーみたいなんですけど、ちょっとモード系に仕上がるといった感じですかね。そしてラストが GN の1番のシックな印象になるカーキー系ですね。こちらもまた塗ってみるとかなり印象が変わると思います。というわけで全6色紹介したんですけど、今日はですね、この中から3色選んで私の目元に塗っていきたいと思います。まあ、まず一番ナチュラルに使えるかなと思うこちらの OR1 番、こちらのカラーを塗っていきながら、まずラウンドアイってどうやって作るのか皆さんにお見せしたいと思います。では早速やっていきます。まず一番軽いここのベースのカラーをチップに取ってかなり広めにのせていきます。そしたら続いてここのカラーをまたチップに取ってアイホール全体に伸ばしていきます。すごい使いやすいカラーですよね。で、続いてこちらの D のカラーをこの細いチップに取ります。で、ここがポイントなんですけど、今塗った濃い色と薄い色の間になじませるように入れていきます。こうすることによってね、アイホールが強調されます。そしたら最後にここのキラキラのカラーを指に取って、まぶたの中央に置くようにポンポンポンと乗せていきます。はい、これがラウンドアイの作り方なんですけど、わかりますかね？結構立体感が出るように濃い色をしっかり乗せて、このシェードカラーと呼ばれるこちらのカラーでくっきりアイホールを強調させながら、こちらのライティングカラーを最後に指でポンポンポンって丸く乗せることによって、ちょっと抜け感が出て、こう丸みを帯びた立体感のある目元が作れるっていうのが今回のラウンドアイのポイントになってきます。ちょっと普段のメイクと違ってまたこれはこれで新しいですよね。じゃあ続いてこっちの目やっていきます。はい、両方仕上がりました。私の目元って、まあ、結構二人がくっきりしてるように意外とぼやっとした目元なんですね。なんですけど、シェードカラーっていうのを細いチップでこう入れることによって二人がこうくっきり強調された感じがして、アイラインとか引いてないんですけど、目力が出た気がするし、あとこの真ん中にポンポンポンってのせるね、ライティングカラーっていうのがこう、瞬きした時にこうキラキラキラってなって、これもまたすごく可愛いんですよね。ということで、今一番王道に使えるかなと思った OR1 番はこんな感じで、続いてのカラーやっていきたいと思います。はい、続いて私が選んだカラーはこちら PK1 番のね、このピンク系のやつでちょっとね、ふんわり可愛い感じに仕上げていきたいと思います。やり方は先ほどと一緒ですね。まずこちらのカラーをアイホール全体にのせていきます。続いてこちらのカラーをアイホールにのせていきます。そしてここのシェードカラーでアイホール強調していきます。最後はライティングカラーを指で丸くのせていきます。で、私思ったんですけど、このね、ピンクとのカラーをちょっとチップに取って涙袋に入れると
これ涙袋にすごい使えます。目がうるうる見えてすごい好きですね。で私思ったのは意外とここのカラーが結構大人っぽいカラーで、ピンクだけどどっちかというとちょっと上品な大人っぽい感じに仕上がりましたね。なんだろう、私がいつもやるようなメイクだったらもっとガーリーになっちゃうけど、これならすごく大人っぽくピンクを使える気がします、ね、新しい感じですね。では最後はですね、こちらの DR1 番のちょっと大人っぽい系のブラウンでいつもよりちょっと大人あかりになっていきたいと思います。やり方はさっきと一緒ですね。BR1 番で仕上げるとこんな感じです。普段よりちょっとだいぶ大人っぽい目元に仕上がりますよね。こういった大人っぽいメイクの時とかやったら、こういったね濃いめのカラーを下まぶたの際とかにこうやって入れると、これまたちょっと目元が引き締まって大人っぽい印象になるかなと思います。はい、ということでこんな感じでラウンドアイ紹介していきましたけれども、アイシャドウもねいろんな塗り方があって、塗り方次第で本当に目元の印象ってだいぶ変わってくると思うんですけど、特にねケイトのアイシャドウは昔からいろいろ試してきてたんですけど、どのアイシャドウにも毎回テーマがあって、このアイシャドウはこういった目元に作れるよっていろんな種類が売ってたりするので、また今回もねラウンドアイというねこう丸みを帯びた立体感のある目元に仕上げてくれるアイシャドウが発売されるということでね、ぜひね2月1日皆さんもチェックしてみてほしいなと思います。私もこのラウンドアイっていうのは今回初めてだったので、自分的にもこういった目元もちょっと新鮮な感じがして楽しかったです。はい、ということで本日はケイトとのコラボ動画でした。本当に普段から私の女子力動画ではよくケイトが登場してくると思うんですけど、まさかこういった形でねコラボさせていただけるなんてすごく嬉しく思っています。ありがとうございました。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。What?